俺、友崎文也はこのアタックファミリーズというゲームをきっかけに学校のヒロイン、日波葵と知り合い、秘密のコーチを受けながら弱キャラからの脱出の道を歩むことになった。よし、それじゃあ聞くけど、まずはユズ、そしてミミミに花火、最後に風花ちゃん、あなたが一番付き合いたいのは誰？は？それとも私？つうことで、そろそろ文化祭だ。今まで文化祭を楽しむって思ったことないんだよな。友崎、今年は絶対楽しい文化祭にしようね。文化祭の実行委員、立候補ってことでいいよな？はい、やります。私も。ねえ菊池さん、この最後の短編を使ってさ、クラスの演劇の脚本書いてみない？え？文化祭実行委員として最大限の積極性を見せること、そして誰と付き合いたいかを決めること。できるのか俺に？